た。あ、すごい。あ、まなみ。じゃあ、マイクあげまーす。はい。はい、お願いします。 Now, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Nino's Radio Show Venus English Conversation Program brought to you by ATMA. 皆さん、こんにちは。こんにちは。いいですね、このね、こんにちは、気合が入りますよね。そろそろ流行りますね。流行りますよ、もうここ沖縄からこのこんにちはを日本に、そして海外に流行らせていこうではありませんか、くまちゃん。はい、ね、そうですね。まあ、本当もう最近の沖縄もね、じり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 と直射日光が、はい、ね、きついじゃないですか。身長が高いんでね、本当に大変ですよ、頭がもう。え、焦げてますよ。焦げてますよね。本当、お腹の上で目玉焼きとかできそうですよ ね、はい、ね、なんか本当こう車のボンネット、もしかしてリムジンのボンネットで目玉焼きとか、うん、できるでしょうね、多分ね、焼いたりしないでください、はい、そういうわけでね、はい、ATMA アジア観光外国語学院プレゼンツ、そう、 ATMA ラジオ基礎英会話の時間ですよ。決してね、トーク番組ではないんですけど、はい、ハムトーク番組ですよね。もう面白おかしく、はい、私とくまちゃんがね、こう笑いをお届けしながら英会話もお届けするという、まあ、世にも奇妙なね、こう珍しい番組ですけど、かっちゃーん、ありがとうございます。こはるるー、にのくまちゃん、リスナー皆さん、こんにちは。流行ってますね。もう流行っているのは私とくまちゃんとかっちゃんだけ、ね、3人しかまだ流行ってませんけどね、ぜひ一人一人このこんにちはを入らせていきたいと思います、はい、さあね、生放送ということでですね、この番組ではですね、リクエスト、メッセージたくさんお待ちしてますよ。メッセージの宛先は 797@fmginwan.com 797@fmginwan.com まで、もうじゃんじゃんね、アピールしてメッセージたくさんお待ちしてますよ、はい、ね。くまちゃん、はい、1週間早いですし、そうですね、本当、ね、なんか年のせいですかね、めちゃくちゃ早いですね、年のせい。独り言がね、やっぱ多いですよね。うちのくまちゃん、でも来週からもうまさしく連休ですよ。そうですね、はい、ね、もう我々こうね、沖縄に住んでいるピーポーはもう葛藤してますよね。そうですね、またね、葛藤するかというと、何でしたっけ、政府が決めたね、はい、GoTo キャンペーンですか、ね、ね、あれもね、ちょっと今話題になってますけどね、来てほしいんですけど、はい、まあそれなりにね、そうですね、もう分散して来てほしいなと、はい、密は避けていただきたいんですけど、はい、まあね、今クマちゃん言われたように GoTo キャンペーンということでね、Go to travel なのか、Go to trouble なのか、ね、もう旅行に行くのかね、トラブルに行くのか、ちょっと、ね、はい、このまあ、travel と trouble をちょっと引っ掛けてみたんですけど、まあ、こうトラブルがないようにしていただきたいですよね。はい、もう本当こう政府も今ね、くまちゃんが言われたようにこう、はい、こうニュース番組の議論してますけど、やはりこうね、地方からではないかと。いうね、旅行は地方から徐々に皆さんが住んでいらっしゃる地元からね、こう普段行けないところを散策するとかね、そこからいきなりこう飛行機乗ってね、バーンと、沖縄に行ったり北海道行ったり、ね、観光地行ったりするのはまあ一長一短ありますけども、ね、はい、政府が決めた方針ですけど、ここはね、もう政府に物申す、もうね、引く勇気も大事ですよね、キャンセルする勇気も。ね、旅行、はい、旅行というかその GoTo キャンペーンをちょっと一旦考え直すのも勇気いることだと思いますけど、キャンセル、ね、勇気も大事ではないでしょうか。というわけでね、バンバンこの何トークも繰り広げてこう物を申すと、時事問題にも最近迫ってますから。時事だからじゃないですよ。やっぱ独り言多いですよね。意味がわからないって言うのは小春ちゃんが受けるんですけど。で、何、クマちゃん普通だったら、まあ、沖縄に来ても1年半年ですけど、はい、普段夏休みは去年とかこれまでどうされてたんですか。夏休みは今まで、そうですね、現役の時はまず夏休みっていうのがなかったんで、ええ、まあ1日2日どっか遊びに行くぐらいでしたね、うん、でもどっか遊びに行くって言ってもね、そんなほら
怪我したりなんかできないんで、はい、もう本当にその映画見に行ったり海に泳ぎに行ったり、まあ、ちょっとや特にね、まあ、海なんか泳ぐと焼けちゃいますからね、またそこで練習できなくなったりするんで、もう夏休みはほぼなかったです。なかったと一緒ですね。ですよね、はい、もう本当スポーツ選手でしたからね、まあ、今でもスポーツサバレーされてますけど、ですから観光業は特に夏休みになりませんから、ね、その皆さんが休んでる時に、我々観光業界をその稼がないといけないので、ね、そうですね、まあ、人それぞれ過ごし方あると思いますが、まあ、あの羽目を外さずに楽しんでいただきたいなと思いますから、まあ、沖縄来る時は、手洗いうがい、マスク鼻うがい大切大切え大切鼻うがい大切ですよね、はい、ね、まあそういうわけでね、本当皆さんリクエストどんどん待ってますから、今日も楽しい英会話レッスン後ほど、まあ、早めにね、たまにはスタートしてみたいなと思いますけど、はい、まあ、あの前回は How long を勉強して、その前は How many ですよ、はい、で今日も How を使ってHow to です。How to? ね、もうおしゃべりが長いから、あのもうたまには早めに英会話レッスンスタートしていきたいなと思うんですが、How to プラス動詞で何々の仕方です。これ便利ですよ。How to 動詞の原型ですから、皆さん動詞の原型をそのまま入れるだけ。で、後であの文章を作りますけど、まずここだけのフレーズを早速。ATMA 基礎英会話レッスンも今日は早めのスタートですけど、くまちゃん早速英会話レッスン、はいはい、じゃあ How to を使ってですね、あの例えば、はい、運転の仕方は何でしょう。 How to drive Good How to drive じゃあリムジーンの運転の仕方、How to drive limousine Good job How to drive limousine。じゃあ次行くよ、くまちゃん、はい、勉強の仕方 How to study How to study。 じゃあ英語の勉強の仕方 How to study English Good job How to study English、ね、How to study English。 じゃあまあ料理の仕方 How to cook、ね、How to cook。 じゃあカレーの作り方、カレーの料理の仕方 How toCook the curry、うん、How to cook curry、ね、curry となります。でこのように How to 動詞の原型を使って何々の仕方ですね、じゃあ小春ちゃん生放送ですから、いきなりですね、小春ちゃん、はい、うん、なんだ How to study が英語の勉強の仕方ですよね、うん、はい、じゃあ、作り方作り方、うん、何でもいい、まず作り、普通に作り方 How to make、 そうそう How to make。 じゃあ友達の作り方、お How to make How to make friends、 そうそう How to make friends というふうになりますね。じゃあくまちゃん、はい、働き方 How to job How to work Right How to work ね、かっちゃん、小春頑張れいいですね、かっちゃんは小春ちゃんの大ファンみたいで、How to work、ね、じゃあ、くまちゃん、はい、走り方 How to run How to run、ね、じゃあ、くまちゃん、歩き方 How to work、うん、じゃあ、小春ちゃん、はい、またいきなりですけど、はい、テレビの、まあ、映画の見方にしよう。まず見る方法、見方、はい、見る見る How to watch Right, そうそう How to watch、はい、レバノリ頑張って、ミヤ、ジョブとワークの違いはね、おジョブは名詞で仕事、うん、でワークも仕事という名詞あるんですけど、ワークは働くという動詞、動詞、動詞ですね、はい、どうしても動詞、動詞、うん、で、小春ちゃんに戻って、はい、何でしたっけ、映画の見方、そうそう How to watch が見方で、じゃあ映画の見方は、映画を見る方法 How to watch the movie Good job, Good job. How to watch a movie というようにね、順番間違えないでね、 How to movie じゃなくて How to watch、うん、How to watch a movie、 そうなんですよ、みやさんね、みやちゃん、みやちゃん、みやさんね、ジョブはね、名詞なんですよ、ね、あとタスクとか
TASK タスクとかありますけど、働くという動詞は work を使ってくださいね。みやさん、みやちゃん、ありがとうございますね。まあ、こんな感じで How to の使い方分かったところで、早速、はい、早速このテキスト、テキスト、テキストブック、毎度毎度英検4級、これ本当にいいんですよ。おすすめです。非常に分かりやすいですね。あのよく使う英会話のフレーズやクインタスね、あの英語文法たくさん出てます。で、Which page くまちゃん、40 to page 40 open your textbook to page 40 question number 21 ちょっと we get back to 21 テキストかっちゃん、あの40ページのね、21番にちょっと戻ります。前回あのちょっと飛ばして We speak the page、 ちょっとページ飛ばして24番に行っちゃったんですけど、21番のね、問題なんですけど、これ How to を使ってやりますね。で、私は学びましたね、私は学んだと、何を、料理の、そうそうそう、みやちゃんテキスト買わなくちゃ。今から、今からダッシュで、本屋さん行って、純駆動か、宮脇書店か、どっか、最寄りのね、ブックストアに行ってください。何でしたっけ？私は、学びましたです。学んだから。そうすると、くまちゃん、私は学んだ。I learned. うん。まず、主語動詞、私は学んだ。I learned. Learned. 何を学んだんでしょうか？料理の仕方。How to cook. Right. How to cook. で、これをつなげると、くまちゃん最初から言うと、 I learned how to cook. うん。 I learned how to cook. で、お母さんから、 From my mother. Good job. From my mother. ね。じゃあこれを全文通して言うと、 I learned how to cook from my mother. Very good job. Good job. I learned how to cook from my mother. で、これで英作。だから I learned how to cook を使って、くまちゃんの得意な運転、はい、私は、運転を学びました。 I learned how to drive、うん、運転の仕方ね。 I learned how to drive、で、私はリムジーンの運転の仕方を学びましたわ。 I learned how to drive limousineGreat job. I learned how to drive a limousine. というふうに、これでね、皆さん、あなたももう英語がもう喋るようになりますよね。もう英語は単語の置き換え、動詞の置き換えで応用して使いますものね。だからこれを使って、例えばじゃあ、バレエの仕方はくまちゃん。How to ballet? バレーボール。あ、動詞が入ります。How to 動詞。How to play volleyball. Good job. How to play volleyball. How to play volleyball. なんで私は学んだ、バレーの仕方を学んだわ。I learned how to play volleyball. 完璧じゃないですか。Yeah, good job. Good job. Good job. なんか本当この調子いいですね、なんかね。なんかこの人本当アメリカ人になった感じがする。Thank you very much.なんかミヤちゃんも驚いてパチパチってこう絵文字できてますけどね。クマちゃんが言いました、 I learned how to play volleyball、ね、いいじゃないですか。じゃあ応用編です。勉強の仕方を学んだ、私は学んだ勉強の仕方、I learned how to study。 そう、 I learned how to study。 で、私は学んだ英語の勉強の仕方をは、I learned how to study English. Perfect, Kuma-chan. USA. 意味不明ですよ。時々は壊れますからね、失礼します。I learned how to study English. ね、だから how to study だけじゃなくて、how to study English だけでもなくて、Make a sentence, please. 文を作りましょう、皆さん。おー、閲覧数増えてます ね, ね。I learned how to study English. もうこれの、この一文、このワンフレーズを覚えるだけで、あと動詞の入れ替え、単語の入れ替えで、もう皆さんも英語喋りますから、ね。もうせめて、how to 動詞だけでも
覚えていただいて、How to study, how to drive, how to cook, how to work、 もうこれだけで、ね、置き換えでしょ。というふうに英語は楽しいですね、熊ちゃん。そうですね、もうなんか私もね、だんだんアメリカ人になってきたような感じで。ね、濃いですもんね、もともと。濃いですよね、どうも。目も奥目で、ロシアの方ともよくやりますけどね。ロシア、はい、ロシア の向こうの方によく、これが深いところが出ると言われて。いわゆるロシアン。ロシア。そうなんだ。私はてっきりこうアジアン系かと思いますけど、色はアジアン系ですね。色はね、はい、アジアンですけどね。熊ちゃん、どこでも通用しますよ。どこでもね。はい、じゃあそろそろ小春ちゃんのリアクションで曲が入ります。今日の曲は2のエレクト。あ、エレクトはしびれる。セレクトです。セレクト。セレクト、エレクトじゃない。セレクト、しびれたらダメですよね。エレクトね。しびれちゃう。エレクトじゃない、セレクト。セレクト、ね、選んでね、選んで曲選びました。曲紹介、じゃあ2の方いきます。米米クラブの、あ、違った、チューブの夏休みです。夏休みでは後で夏休みの話しよう。昭和はイントロがいいですね。そうなんです。夏っぽいですね。夏。たっちゃん、夏休みはぼんやってまいりませんたっちゃん、偉いわ。いいね。
野宮さん、ちょっとフェードアウトしても大丈夫ですか？え？フェードアウトしても大丈夫ですか？フェードアウトして CM 行って、うん、もう残り時間が少ないので、いい、オッケーオッケー、しましょうね。早いね。早い、あっという間ですね。じゃあ CM 行きます。大家好早い、もう時間だ。でも4分ぐらい。グー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 。残り時間だいたい4分ぐらいです。よ。あと10うまいっすよね。10うまいっていう。はい。ね。そう、先生やってます。ついちゃうっすね。見やすい字です。How did those teach me? そうそう。昭和だ。ではマイクをあげます。はい、素直な子です。はい、佐久間さん。はい、応用編ですね。応用編。はい、さっきは I learned、 私は学びました。はい、で今度はね、やっぱ会話ですから、教えてよと。教えてよ、ね、教えてっていうのは teach me、 teach me、 teach me。かっちゃんね、30分足りないですよね。そうですね。で teach me、 例えば教えて、僕に教えて、 teach me 何を、勉強の仕方、 How to study、 Teach me how to study。 英語の勉強の仕方を教えては、熊さん、いきなりですけど、 Teach me how to study English。 Right! Good job! かぶった、かぶった、一緒に出てしまった。 Teach me how to study English。 じゃあ今度、熊さん、はい、運転の仕方を教えてよ。 Teach me how to drive。 Good job! Teach me how to drive。 じゃあリムジンの運転の仕方を教えてよ。Teach me how to drive limousine. Good, 発音もいいですよね。Teach me how to drive a limousine.、ね、or show me でもいいですよ。Show me, show me.、ね、こう見せて教えてってことで、Show me how to drive a limousine. Or teach me how to drive a limousine. ということで、まあ、会話だから何々してよ、教えてよ、ね、この Teach me, show me. ぜひセットにして、覚えていただきたいなと思います。ね、じゃあもう本当に残り時間あっという間ですけど、このリムジーン、はい、ね、ATMA に入学すると、なんと今ならリムジーンに無料で乗れるという ね、 ね、はい、でこの運転しているのはうちのクマちゃんですから、皆さんぜひね、リムジーン、乗りたい方は入学していただけると、無料で、ね、リムジーンに乗ります。斜め乗りますし、おエンディングソングね、まあ、今日のテーマ夏休みということでですね、本当皆さん羽目外さずに気をつけていただきたいなと思います、はい、そうですね。最後に、はい、我らくまちゃん、メッセージお願いします。皆さん、そろそろ夏休みですよ。沖縄に来てほしいんですけど、ちょっと待ってか、まあ、来ても分かんないかなお待ちしてます。で、リムジン乗りましょう。リムジン乗りに来てください、はい、全国の皆さんね。じゃあそろそろ終わります。お相手は二の子と二宮トールとくまちゃんことくまです。See you! Bye! みゆちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様。ああ、嬉しい。閲覧数増えてきた、徐々に。本当にあっという間、今日。今日はかなりあっという間だ。そうですね。いつもあっという間ですけど。なんでかな、今日特に。ねえ。ねえ、あっという間だ。本当足りないかも。うん、
疲れ様でした、シーサーさん。あ、シーサーさん。